リチャード・ヘイマンは、アメリカ合衆国のアレンジャー、作曲家、ハーモニカ奏者、指揮者、音楽ディレクターである。アーサー・フィードラー時代のボストン・ポップス・オーケストラで30年以上に、わたってチーフ・アレンジャーを務めた。マサチューセッツ州キンブリッジ生まれ。18歳の時にボラ・ミネビッチと、ハーモニカ・ラスカルズのハーモニカ奏者として、音楽業界に入る。 やがてハリウッドに出入りする中で、メトロゴールドウィン・ベイヤーの音楽ディレクターの目に留まり、ガール・クレイジー、若草の頃などの映画音楽のオーケストレーションを任されるようになった。このハリウッド時代に、マックス・スタイナー、アルフレッド・ニューマン、エイリヒ・ボルフ・ガング・コルン・ゴルトラ映画音楽の巨匠たちの訓導を受けている。1945から50年まで当時人気を、 誇ったボーンモンドオーケストラのレコーディングに参加。1950から65年には、マーキュリーレコードの A&R ディレクターとして、ビッグ・ダモーン、パティ・ページのレコーディングに携わる傍ら自らも、ポップス・オーケストラを指揮して、同レーベルから数々のアルバムを発表した。1960年にハリウッド・ウォーク・オブ・フェームの星を授かる。またこの時期から、 ボストンポップスオーケストラにチーフアレンジャーとして招かれるようになり、アーサー・フィードラーの下で数々の名編曲を生み出した。これらの編曲は、ボストンポップスのシェフが、ジョン・ウィリアムズ、キース・ロックハートの代になっても使われ続けている。ポップス指揮者としても活躍し、セントルイス交響楽団の名誉ポップス指揮者、グランドラピッツ交響楽団、 ハートフォード交響楽団及びカルガディーフィルハーモニー還元楽団の首席ポップス指揮者のポストを持つ。セントルイス教では2010年に彼の90歳を祝うコンサートが開催された。また1960年から68年までデトロイト交響楽団の首席ポップス指揮者を務め、ボストンポップスでは指揮者としてもフィードラーを補佐した。彼自身のヒット曲に 1950年代に大ヒットしたルビーやダンセロがある。レコーディングでは1950年から60年代にマーキュリーから80から90年代にはナクソスからリチャード・ヘイマンヒズ・オーケストラ名義で多くのアルバムを発表している。2014年2月5日マンハッタンで死去した。ありがとうございます。